業商店をお手伝いする活性化応援番組アビアウェー。皆さんこんばんは。最近日焼けをしたヒロミンです。日焼け止めが大好きなふーちゃんです。今日は名護市うむさにあるメッシュサポートにやってきました。今回の依頼はメッシュサポートの塚本さんからの依頼です。今回は救急ヘリの安全に活動するための普段なかなか見ることのできないメッシュサポートの日常をお聞かせお願いしますということです。はい、早速行ってみましょう。行ってきます。お聞かせです。塚本さんいらっしゃいますか？はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。せーの、お聞かせ。愛を乗せて島を走ろう。ラブネッツ沖縄。ネッツトヨタ沖縄。手加減なしのうまさとデカさ。せーの、おきかつ。おきかつのふーちゃんです。よろしくお願いします。おきかつのひろみんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私メッシュサポートの事務局長をしてます塚本です。今日はよろしくお願いします。お願いします。前におきかつをしていただいた時にですね、推進活動の、まあ、手伝いをおきかつしていただきまして、で今日はですね、この私たちが使ってますヘリコプターの安全に飛ばすために今整備を行っていまして、うん、日々運航するためにはこういった活動をしてるんだなといった、まあ、この整備のですね、お手伝いを通しながら皆さんにこういう活動をしていることを知っていただきたいと思いまして、おひかつをお願いしたいと思ってます。では早速何から始めましょうか？はい、まずですね、向こうに行ってですね、まずヘリコプターの説明を簡単にさせてもらいまして、でそれからですね、皆さんにも手伝ってもらえる、まあ、拭き掃除の方をやっていただこうと思いますので、はい、それでは行きましょう。はい、頑張ります。こちらがですね、今車検を行っているこのヘリコプターでして、はい、で普段とちょっと違う形になってます。これがヘリの向こうのヘリについている外側。あ、そう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 。もう指一本で持て。軽いです。やばい。軽いし、すごい。救急ヘリ事業の中で一番大事なのは現場に、この医療処置ができる、そういったお医者さんとか薬剤だとか、それをまず現場にいち早く運んで、でそこで処置をしてあげればだいぶ助かることがあるので、すごい。大体時間はどのくらいかかるんですか？でも今ここに名護にいて、ここから飛んでいくと、伊江島まで7分。早っ。めっちゃ早いですね。じゃあこっちに2人乗ってみましょうか。いいですか？イエイ。すごい。なんか車に乗ってる感覚ですよ。うん、パイロットになりたい。それではですね、2人に今日お聞かせでお手伝いしていただきます、このヘリのですね、パーツの、はい、掃除をやってもらおうと思います。はい、はい、でこちらの掃除をですね、今日担当するのが、私メッシュサポートのですね、航空救命士をしております、宮城です。はい、救命士の宮城です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。軽そう。はい、落とさないでね。軽い。じゃあ、これ今黒くなってるのは、そう、黒くなってる。本当は白だからね。でもどんどん黒いものが落ちていってるような。どのくらいのペースで全パーツを洗うんですか？普段は、3日に1回で、結構飛んだら、全部水洗いして、でそうしないと機体が全部錆びされてるので、うん、そうなので、はい、
1枚いくらすると思いますか？200万だそうです。200万はすごいよ、ね、コーラ2万本分ぐらい。わかりやすい、わかりやすい。めっちゃ丁寧にやらないと。責任重大な掃除みたいな、きつい。肩が結構もう意外と軽くて、ここの部分になっているんだなっていう感じでした。これであと何本あるんですか？あと前と後ろに1本。3本、うん、すごい。点検は1日どのくらいの時間でされるんですか？飛行する前には必ず1回飛んだ後に地上に降りて、その次飛ぶまでの点検とか、うん、あとはその日の終了した後に飛行後点検。一番難しいところってどこですか？難しいっていうか、どこの場所も同じっていうか、うん、必要のないものはついてない。うん、だから何一つかけても、あの耐空性というか安全性に関係するから、うん、全部手を抜いちゃいけない。だから全部同じ、なんていうかな、注意力で見なきゃいけない。すごいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、手伝ってもらいまして、いかがでしたか？結構肩を使う作業だったので、きつかったですね。はい、まあ、こういった大変なことをですね、積み重ねてヘリコプターの活動の方を行っています。はい、メッシュサポートはですね、ヘリコプターを使って救急活動の方を行ってはいるんですが、はい、まあ、今飛行機を使った取り組みというのを開始しています。はい、そちらをですね、はい、皆さんにご紹介したくてですね、はい、たくさん作業もしましたし、はい、これからお昼でも食べながら、よっしゃ、もうお腹ぷるぷるだ。やっと食べれますね。まあ、お昼でも食べながら、はい、説明の方をさせてもらいたいと思いますので、はいはい、じゃあ向こうの方に行きましょうか。はい、はい、行ってきます。おきかつはメッシュサポートを応援しています。せーの、おきかつ。仕事のやりがい見つけたよ。共に笑い合い、つながる喜びと仕事のやりがいがきっと見つかる。介護・福祉のお仕事を探すならルーキー。メッシュサポートもおひかつを応援しています。せーの、おひかつ。いただきます。1週間のうちにメッシュサポートはどのくらい出動要請があるんですか？はい、大体ですね、去年1年間で、214件飛んでまして、大体、ね、はい、だいたい日にちにならしていくと2日に1遍ぐらいの要請を受けます。結構多い。このメッシュサポートの募金活動っていうか、この費用はどのようになっているんですか？はい、まあ、いろんな形があるんですが、はい、自分たちヘリコプターを活動するのに、うん、大体年間かかる費用というのは9000万円ぐらいです。会員さん、うん、でこういう会員を集めていたりとかですね、うん、でそれとあとはいろんなスーパー この店舗の方で、うん、いろいろと募金活動を定期的に、うん、まあ、させてもらっています。そうなんだ。いくら貯めたら終わりというそういうものではなくて、はい、こう毎日ずっと活動が続いていくものなので、うん、それなのでこう継続的に必要なんですよっていうことを、うん、理解してもらうっていうのが、うん、まあ、はい、自分たち活動してて、一番難しいところではあります。うん、それとですね、メッシュサポートの活動で、と皆さんにもう一つ知っていただきたいのが、はい、こちらの写真の方にあるんですが、うん、ヘリコプターとあともう一つ飛行機、なかなか離島というのはこの小さな診療所があったりとか、うん、まあ、小さな病院があるので、はい、どうしてもこう大きな手術をしなくちゃいけないだとか、そうですよね、でそういったことがあると、この県域全部ですね、この沖縄県の那覇の方にある大きな病院に、はい、まあ、皆さんこう救急でこう運ばれて、うんうん、自分で島に帰ることができればいいんですけど、はい、うん、人によってはこう寝たまんまの状態であったりだとか、うん、で、ね、うん、であとこう医療機材をつけたまんまでないと、はい、まあ、ちょっと生きるのが難しいとか、うん、でそういったいろんな条件を抱えられた方たちがいるんですね。うん、はい、でじゃあその人たち
がそういうふうになってしまうと、はい、大体ご家族の方というのが島から那覇まで通って、それでもう動くことができないの でこの飛行機というのを、まあ、去年ですねクラウドファンディングで今この飛行機が動かせるようにすごい。先月もですね、こちら鹿児島県 の沖永良部、はい、でこういった患者さんをこの飛行機で、うん運びまして、うんはい、で沖永良部の島まで戻してあげました。もうこうやって救われてる命が多くにあるというのが現実なので、知ってもらいたいですね。この安く、飛ばせるシステムっていうのを、はい、メッシュサポートとしてはこれから、実績を上げながらですね、で多くの方たちのために、活動できればと考えています、はい今日はどうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、1日メッシュサポートのお手伝いしてもらいましていかがでしたか。はい、テレビや新聞などでちょこっとだけメッシュサポートのことについて見たりはしてたんですけど、こういう募金活動のこととかも全然知らなくて、すごいみんなの思いでこういうことができてるんだなっていうのを改めて知れたので、自分ももっともっといろんな人に広めていきたいなと思いました。こういう細かい作業一つ一つがちゃんと行われているからこそ、この多くの人の命が助かっているっていうことが知れました。推し活をご覧の皆様にプレゼントがあります。イエーイ。はい、ヤンバルの泉、ミネラルウォーターですね。はい、こちらはメッシュサポートの支援商品になっておりまして、1本につき1円の寄付になる、支援商品となっております。はい、こちらのミネラルウォーターを10名の方にプレゼントさせていただきます。10名様です。どしどしご応募待ってます。待ってます。塚本さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。それではカメラに向かってせーのバイバーイ。この番組はご覧のスポンサーの提供とおきかつサポーターズの皆さんでお送りしました。手加減なしのうまさとデカさ。